食べて痩せるトーストをお伝えしていきます。この動画ではダイエット中でも罪悪感なく美味しく食べることができるトーストの種類とその美味しいレシピがわかるんですよ。またこのチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクより4つのプレゼント無料で差し上げています。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜこのトーストを食べると痩せることができるのかというその理由についてお伝えしていきます。ポイントが5つあります。一つ目のポイント、腸内環境を整える食材だからなんですね。ここも大前提ですよ、ダイエットの。なぜかというと腸内環境が整っていればこそ痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が元気になってくれて、結果あなたは根本的に痩せ体質に生まれ変わることができるからなんですよね。逆にデブ菌と呼ばれる悪玉菌が多いと、いくらあなたが努力したとしても決して長期的に痩せることができないからなんです。そこでやはり腸内環境を整える食材を美味しく食べるということが大切になってくるんですね。では2つ目です。血糖値の急上昇を抑えてくれるトーストだからなんですよね。ここもポイントですよ。太る原因は脂肪を溜め込む時にその血糖値が急上昇するために起こるわけですよね。そこを緩やかに抑えて上昇させてくれる食べ物ですから、結果あなたは脂肪を溜め込まずに済みますよっていうことになるんです。で3つ目です。栄養価がとにかく高いんですよ。ダイエットを成功させたいってことであれば栄養が取れていないとダメです。栄養不足のままですとその消化吸収がうまくできず、結果ホルモンバランスを崩してしまって、あなたはその食欲がですね暴走してしまったり、体重のコントロールがうまくできなくなってしまうと、その負のスパイラルへと入っててしまいますから、とにかくダイエット中であるまあ、こそですね、栄養価の高いものをしっかりと摂っていく必要があるんですよということ。そして4つ目です。とにかくカロリーが普通のトーストと比べて低いんです。ここ大事ですよね。もちろんそのカロリーよりもこの糖質量とかをね気にする、まあ、糖質オフダイエットとかありますけれども、やはりカロリーだってですね摂りすぎてしまっては NG なわけです。ですから普通のトーストを召し上がるよりも明らかにこのトーストを召し上がった方がカロリーが低いですよっていうものになります。最後、無添加です。大事ですよ。なぜかというと普通の市販のですねよく売ってある、まあ残念ながらなんですがスーパーのああいったこうお値段がお得なね食パンっていうのはもうひどい添加物が入ってますよ。もうご存知の方もいると思うんですけれども、もう何週間ほったらかしてもカビ一つ生えないみたいな、ああいった食パンはですね薬がたっぷり入ってるんですよ。あのようなものを召し上がってしまうと、もうとにかく太る体質まっしぐらですよ。なぜかというとあなたの腸内環境がもう悪玉菌優勢になってしまって、その悪玉菌たちが欲しがる餌が太りやすい食べ物なんですよ。ですからそういった腸に負担をかけてしまうようなものを食べてしまってはダメです。なので今からお伝えするトーストというのはこの添加物が無添加なんですよね。ではここから2つ目の項目、何をということで、今回あなたにお伝えする痩せるトーストというのは材料がこちら、玄米でできているからなんですよね。もう楽しみにされててくださいね。後からそのもの商品をお伝えします。でこの玄米のトーストというのはもうとにかくビタミンやミネラルが豊富なので、結果あなたの代謝が上がるんですよね。そうすると脂肪を燃えやすくなる体になって、脂肪を溜め込まずに済んで結果痩せることができますよっていうものになるんです。でまた食物繊維がもうなんと白米の6倍もありますからね。ここも大事ですよ。痩せるためには必ず食物繊維をしっかりたっぷりバランスよく摂ることが大前提ですから、大事な食物繊維も玄米を食べることで摂れてしまうということになるんですよね。そしてまた低 GI 食品です。先ほどお伝えしたこの血糖値の急上昇をせずに緩やかに上昇することで、結果その間脂肪をため込む必要がなくなってくるというものがやはり玄米になるんです。
ではここから3つ目の項目です。どのように食べればよいのかということで、今回私が選んできた玄米トーストはこちらです。さあこちら見かけたことがある方もいらっしゃるでしょうか。こんがり玄米トーストってね、ここにも黄色い文字で書いてあります。見えますか？と反射して見えませんか？大丈夫でしょうか？こちらですね、なんと私の年代に近い方はお分かりになると思うんですけれど、あの昔ですよ、小さい頃にあのポンポン菓子って売りに来てるおじちゃんとかいませんでした？あのパーンってこう爆発させてポン菓子ですよね。そういったそのポン菓子のギュッと固まったトーストの形をした玄米パフみたいになって、ちょっと開けてみましょうね。そんなこと言われてもね、あの分からない方もいらっしゃると思うので、ちょっと開けてみましょう。これはですね、要するにその、まあ、材料が玄米、まあ、国産の玄米と食塩だけでこちら作ってくださってるんですよね。ちょっと開けますよ。こちらがですね、どんな風になっているかと言いますと、もう開けた途端めちゃくちゃ香ばしい香りがするんですよ。あのポン菓子の香り分かります？まあ、ポン菓子もね、あの白米の場合が多かったと思うんですね。白米のポン菓子とお砂糖がまぶしてあって、こうほんのり甘いなみたいなのがね、懐かしい味だと思うんですけれども、さあいかがでしょうか。この話が分かるあなたは私と同年代だと思うんですが、私今ね、あの46歳なんですよね。いかがですか？46歳には先生見えないって思ってくださったあなた、ありがとうございます。もうどう見ても45歳ですよねもう自分で突っ込んでみましたけどねいいんです。まあね、実年齢は46歳、まあ、見た目が45歳だったとしても、私ですね、体内年齢は若いんですよ。だいたい測ると、まあ、29歳とか30歳とかそのあたりを行ったり来たりしてます。これもね、腸活のおかげだなって思ってます。あなたはいかがですか？よかったらコメントくださいね。先生、私は体内年齢何歳です、でも実際はこの年なんです、若いでしょうとかね、教えてくださったら嬉しいです。じゃあちょっと話されましたけれども、こんな風にね、なってるんですよ。あの1枚の普通の食パンの、まあ、約半分のサイズですよね、まあ、1/2枚、トーストの1/2枚サイズで、こちらがですね8枚入ってます。でこれがすごいのはですね、あの普通 の, あの白米お茶碗ですね、1杯分がだいたい 150g で、あの 252kcal 前後なんですけども、ここに書いてね、そのお茶碗たった1膳のご飯と、なんとこの玄米トーストがイコール何枚分だと思います？7枚分なんですよ。これすごくないですか？これ7枚食べてもお茶碗1杯と変わらないんですよ。これはね、いいですよね。もうかなりカロリーカットできます。なのでこちらのね、商品を作ってくださった方がおっしゃるには、なんと1枚たったの36キロカロリーなんです。でいいんですよ、ここ日本人にはやっぱり米の食物繊維って書いてあるんですよ。いや本当そうだなと思います。あの小麦よりもお米ですよね。あの日本人の DNA に合ってるんだと思います。で食事の大革命ということで、要するにあの普段の食事にですね、玄米を取り入れるのがいいって分かってるけど、なかなか炊くのが面倒とか、うまく炊けないとか、ご自分は食べたいけど家族がブーイングとかね、もう白いお米がいいとかお子さんやご主人から言われてしまうと、ってこうついついまた白米に戻してしまうという方多いんですよね。そういった方もその炊く煩わしいっていうのから解放されて、この玄米トーストを食べるといいですよってここにね書いてあるんですよ。なんかいいですよね、なんか応援してくださってるなって本当に感じました。この商品手に取った時にですね、でこの商品にはピーナッツバターをつけたり野菜を乗せたり、いろいろなトッピングをお楽しみくださいって書いてます。でとてもねソフト、もう本当のポン菓子ですからソフトなんですよね。こう食べてこう痛い、こう歯茎に刺さるとかね、そんなことないんで安心してくださいね。なのですごくソフトですから、小さなお子様も食べれますし、あのお年寄りの方のその咀嚼がこう難しくなってきたご高齢のご両親がいらっしゃったら、こちら差し上げてもいいと思うんですね。その時はあのお湯を注ぐだけで、なんと玄米粥
になってしまうという優れものなんです。なぜかというと、これ原材料名が玄米と食塩だけでできているので、まあ、ほんのりしょっぱいですよね。まあ、これに梅干しとか卵とかしらすとか海苔とかまぶしてもすっごく美味しいと思うんですけども、私はまだおかゆにして食べたことはないんですが、これトーストでやっぱり食べてみたんですよね。で、私のおすすめの食べ方はやっぱりピーナッツバターとかマーガリンとか添加物たっぷりのですねジャムとかは使わずに、私がこの玄米トーストをどんな風に腸活メニューで食べてるかと言いますと、アボカドディップをねここに乗せて、その上にスライストマトを乗せてちょっと粉チーズとかかけたりして食べてみたら、もうめっちゃくちゃ美味しいです。で、このアボカドディップもアボカド一つに対して実はね、かつお節を1パックこれぐらいのね、これぐらいのを入れて混ぜるだけで、もうほんとね立派なおかずになりますよ。すっごく美味しいです。そこにトマトのスライスをトッピングして、ちょっと粉チーズとかね、まあ、必要であれば、まあ、かけなくてもいいんですけど、ちょっと塩コショウとかしてもね美味しいですよ。そのアボカドが結構その、まあ、森のねそのバターって言われるように濃厚ですから、ベタベタとそのバターなんか塗らなくて もうトーストとしてもすっごく美味しい一品になりますし、ちょっとこんがりですねトースターでちょっとこんがり焦げ目をつけて焼いていただいてもめちゃくちゃ美味しいですよ。もうこの封開けてなくても香ばしい香りがするぐらい、もうほんがしもう懐かしいなっていう味と香りがしますから、ぜひあなたも主食を白米ではなくて玄米でも、玄米が炊くのが難しくってパンもね太るから我慢してます先生という方は、この玄米トーストをぜひ食パンの代わりに腸活メニューとして置き換えてくださるだけで、美味しくこんなにも痩せる効果を得ることができて、しかも美味しく食べれるって幸せですよね。もうダイエットだって美味しく続けていただくメニューを取ることで結果痩せますから、その時にはやはり腸活メニューをおすすめしたいと思います。あなたもぜひこの玄米トーストをお米の代わりに置き換えてくださるだけで、今まで食べていたですねお茶碗の一杯がこの7枚分ですから、いかがですか。7分の1でカロリーが済んでしまうわけですからね、もうこれはぜひおすすめしたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回は普段召し上がっていらっしゃるトーストからこの腸活の玄米トーストに置き換えるだけで、しかもトッピングでねバランスもよく栄養価も高くなりますから、そのことであなたがたとえダイエット中でも美味しいこの玄米トーストを食べながら健康で綺麗に痩せていただけたらなと思ってこの動画ご準備いたしました。ぜひお役立ていただければとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。